ビリー・ボイドは、イギリス・スコットランドのグラスゴー出身の俳優。子供の頃から俳優になりたいと思っていたが、12歳の時に両親を亡くし、17歳で学校を辞めて、製本工場で6年の間働いた。その後、この仕事にうんざりしてきた、彼はアメリカに行くことを計画するが、運よく、英国王立スコットランド音楽院に入学することができ、 演技の勉強を本格的に始めることになった。卒業後、テレビに小さな役で出演したり、舞台に立っていたところ、エージェントの勧めで受けたオーディションに合格、ロード・オブ・ザ・リングのペレグリントック役を獲得することになった。王の期間では歌声も披露している。ロード・オブ・ザ・リング以降は主にイギリス映画に出演している。また、BKK というバンドのフロントを務めている。 ロード・オブ・ザ・リングの前日談、ホビット三部作の最終章、ホビット決戦の行方の主題歌、ザ・ラスト・グッバイを歌っている。ビリー・ボイド、IMDB、2020年8月25日閲覧。スペンサー、ディーゼ、ボイド・アップ、SCOTSMAN.com。2007年6月4日閲覧。 http://www.myspace.com スラッシュ b e e c a k e b a n d ハット http://becake.com スラッシュありがとうございます。